テキサス州の回廊地帯とは、アメリカ合衆国のテキサス州の最北端に存在する北へと細長く伸びている場所のことである。基本的には、テキサス州の最北端のメルカトル図法で書かれた、地図上では四角形に描かれる一角のことを指しているものの、それよりもやや南の地域まで拡大解釈する場合もある。なお、英語のアメリカ方言では、ある州の支配地域が、 他州に向けて細長く突き出した部分をフライパンの取っ手に見立ててパンハンドルと書くがこのテキサス州の回廊地帯にはパンハンドルという名称の村も存在するテキサス州の地図赤く塗られた部分がテキサス州に存在する回廊地帯であるただしこの赤く塗られた部分よりも南へ拡張した見方をするものも見られるアメリカ合衆国の地図 赤く塗られた部分がアメリカ合衆国の州に存在するパンハンドルと呼ばれている部分である。ちょうどテキサス州の回廊地帯の北端がオクラホマ州の回廊地帯の南端と接していることがわかる。テキサス州の回廊地帯には例えばアメリカ合衆国領であるテキサス州とメキシコとの境界にはリオグランデ川が存在しているけれどもこのような境界とは違って テキサス州の回廊地帯と他州との境界には明確な地形的な目印が存在しない。すなわちテキサス州の回廊地帯は地形的な条件とは無関係に緯度と経度とを用いて人工的に境界が設定された場所である。ところで英語のアメリカ方言ではある州の支配地域が他州に向けて 細長く突き出した部分のことをパンハンドルと書くが、アメリカ合衆国の州には何箇所かパンハンドルと呼ばれる回廊地帯が存在しており、テキサス州の隣に存在するオクラホマ州にもパンハンドルと呼ばれる回廊地帯が存在している。そして、テキサス州の回廊地帯の北端とオクラホマ州の回廊地帯の南端とは境を接している。この他、 テキサス州の回廊地帯の東端もオクラホマ州との宗教であり、これは成形100度線である。なお、テキサス州の回廊地帯の西端とオクラホマ州の回廊地帯の西端は共にニューメキシコ州の北東部と接している。また、テキサス州の回廊地帯は北へと伸びている回廊地帯であることから、明らかなようにこの回廊地帯の南端は当然ながらテキサス州であり。 西から、パーマー軍、カストロ軍、スウィッシャー軍、ブリスコ軍、ホール軍、チルドレス軍のそれぞれ南端からなっている。ただし、テキサス州の教科書では、これらの中では中央に存在するスウィッシャー軍が、このテキサス州のパンハンドルと呼ばれる部分の南端であると定義されているほか、場合によっては、ジョーズの赤く塗られた部分よりもさらに南のラボック軍が、このテキサス州の パンハンドルと呼ばれる部分の最南端であると拡大解釈する例も見られる。したがって地理学的な意味の回廊地帯とテキサス州のパンハンドルと呼ばれる部分とは完全には一致しない場合もあることがわかる。テキサス州の回廊地帯の陸地の部分の面積は約66,883.58平方キロメートルであり、これはテキサス州の 全面積の約1割に当たる。なお、この他に約162.53平方キロメートルの水域が含まれるため、テキサス州の回廊地帯の全体の面積は約67,046.1平方キロメートルである。また、2010年のアメリカ合衆国の国勢調査によれば、テキサス州の回廊地帯の住人の数は千九百二十七人で、 あり、これはテキサス州全体の人口の約1.7%にあたる。よって2010年時点でのテキサス州の回廊地帯における人口密度は約6.4人、平方キロメートルと計算できる。参考までにこの地域の主要都市としては2010年現在で人口約19万人の人口を要する。 テキサス州の回廊地域で最大の都市であるアマリロを筆頭として他に2010年現在人口1万人を超えているボージャー、キャニオン、デュマ、ヘリフォード、パンパの6都市が挙げられる。テキサス州の回廊地帯は比較的いつも強い風が安定的に吹いているために風力の利用が盛んであり、特に2008年までの10年間でこの地域における 風力利用は大きく伸びた。2008年現在で e n メサパワー LP は約1000の風力発電設備を持っており、以降も風力発電設備の増強計画が存在していることを発表した。この他にも、例えば2007年に完成した出力161のワイルドオレード風力発電所なども存在している。テキサス州の回路地帯に存在する軍は通常、 以下の合計26の軍であるとされている。つまり、ジョーズの赤く塗られた部分に存在する26軍である。テキサス州の回廊地帯にはカナディアン川という河川が流れており、この付近ではおおむね北東の方向へと流れている。このことから、かつてこの川はカナダへと流れていくのだろうと予想して、だからこの川をカナディアン川と命名したという説も存在する。なお後に、 この川は実際のところはミシシッピ川水系の河川の一つであることが判明しカナダへと至る川ではなかったことが明らかになった。テキサス州全体の面積は約696,241平方キロメートルである。従ってテキサス州の回廊地帯の面積は仮に水域を含めてもテキサス州全体の面積の1割には届かない。 ジーニアスエワ時点 P1290 大週間、初点1994年4月1日、発行 ISBN4 から469041092、e エクスペリエンスラベックインザテキサスパンハンドルプレインズ、ハット AB アップデートニピケンス、メサパワーオーダーズ GE ウインドターバインズハット、パンハンドル。ありがとうございます。